バンドで試してみて、やっぱりその結果で選ぶのがいいんじゃないかっていうふうに私は思います。どうも、ブルーレッスンボールの菅原大地です。今日も横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。ということで、今日も質問にお答えしたいと思います。今日のね、質問はですね、ドライバーのカチャカチャ機能についての質問ですっていう。わかります？カチャカチャ機能。カチャカチャっていうのはもう、このいわゆるドライバーとか、ウッドとかユーティリティで、この、まあ、チューニングっていうんですかね、シャフトの刺す向きを変えて、いろいろ変えられるよっていうことについての質問。標準のポイントでスイングするとスライス気味な球しか出ません。フックフェースにして同じようにスイングするとまっすぐもフェードもドローも出て比較的安定します。スイングを見直してノーマルで行くべきか、フックフェースで今のスイングを貫くかで悩んでます。自分的には完璧主義なのでできればノーマルにしたいです。何か良い解決策はありませんでしょうか。カチャカチャ機能がついているドライバーを使っているのにやっぱりノーマルで行きたいっていうなんか完璧主義はノーマルで行きたいっていうらしいですね。その何を完璧とするか、僕は絶対この球筋が良くなった方がいいから、うん、完璧主義だったらそんな道具をこの最大限生かすっていう点では、これは標準なんて別にこれが絶対いいっていう別にそういうものじゃないんで、まあそうですよね、自分に合ったチューニングをして完璧を目指すべきだっていう、そういう完璧主義を目指しませんかっていう、だからまあ自分が思うところはその人はだからそのクラブのノーマルの状態じゃないとそのクラブの完璧な能力は引き出せないっていうふうに思ってるってことですかね。思ってるっていうよりも小細工するのが嫌なんじゃないかな。だからそういう意味の完璧主義なんじゃない。なるほど。小細工してる気がするってことだよね。悪いことしてる気持ちになっちゃう、まあちなみにその最近のドライバー、多くのドライバーはもうカチャカチャ機能ほぼ当たり前についてますよね。ちなみに自分は、ほとんどノーマルで使ったことありませんっていう、このシャフトを刺して、自分はそのシャフトのしなり方で結構決めてたりとか、まあ、実際に打ってみてボールが思い通りの球が出るボールとかにしてるんですけど、毎回結構これに落ち着くかな。いつも自分はこのアッタスっていうロゴがターゲット方向に向く感じ、これで振ってるのが一番そのシャフトのしなりも気持ちいい。やっぱこう全然回すとね、スパインっていうこうやっぱ背骨があるんで、シャフトにはねちょっと硬い部分があったりするんですよ。その向きによってやっぱり粘りが自分的には変わってくるっていう感触なんで、ちなみにいつもここにしてます。ハイヤー、あ、ここ、そう、一番ロフトを増やすかちょっとそのまあ横くらいにすると、まあロフトも上がってもちろんいいっていうのと、そのしなりが一番自分の中ではその気持ちよくなるんでタイミングが合うって感じ。そう、いろいろこれはまあメーカーによってもいろいろ違うんですけど、ロフトが2度プラスになりますよとか、アップライトになりますよとか、マイナス2度ロフトが立ちますとか、まあいろいろまあ、スタンダード、まあ、ここの細かくは書いてないところも細かくは、まあ、クラブのフェースのアングルがちょっと変わったりロフトが変わったりするのかな確か。で結構そのクラブを変えた時に毎回その試して一番まあ自分に合ったいいところを探します。ノーマルで使ったことはほとんどないかな。何かしらいじくってやっぱこのシャフトの向きがいいなっていう、今は一番ロフトが多い状態にして打ってるのが、まあ高さも出るっていうのもそうなんですけど、しなりも気持ちいいみたいな。よくドライバーの打ってる動画出して、この間もそうだったんですけど、ピンの下クラブ打ってたらドライバーが違うみたいなすごいコメントですぐ指摘する人がいて、クラブ変えたらちゃんとクラブ変えましたって言いますんで安心してくださいっていうことで、カチャカチャに別にこだわらずっていうか、それを活用してやった方がいいんじゃない。ちなみに池田君はカチャカチャしてますか。カチャカチャしてますけど、自分の今のそれがどこにあるのかすら気にしないぐらい自分は完璧主義者じゃないんで自分に一番合ってるところを使ってあげればいいって感じですかね。理由今回はそれだけ、カチャカチャこだわらなくてぜひ活用して、ノーマルにこだわらずにぜひ活用してくださいっていう。でもまあやりだしたら気になっちゃって、もう
あ今右曲がったからもっとフックに設定しとけばよかったみたいな、あるあるね。5球くらいずつ打って一番安定したのに決めるみたいなのがいいかな。あんまり自分もコロコロは変えないです。最初試す、なんかラウンドで1ラウンド試して、もう別に変えて1ラウンド試して、まあやっぱこれかなっていう感じでもう決めるんで、ラウンドで試してみて、やっぱりその結果で選ぶのがいいんじゃないかっていうふうに私は思います。ということで、あのカチャカチャしましょうっていう結論、頑張ってあの自分に合ったカチャカチャを見つけてですね、いい球出るのはあのスコアにおいても一番いいと思うので、結果的な完璧主義をぜひ目指してくださいということで、今日はお送りさせていただきました。ありがとうございました。